どうもお疲れ様でですすの久保ですあのブログの運営についてですけども有料ブログと無料ブログっていうのが大きく分けてあるわけなんですよね。で無料ブログの利点っていうのは、まあ、記事を書いてもお金がかからないこととその記事がまあ永久に残るってことですよね。まあ、デメリットとして言えばこの無料ブログっていうのはブログのライターさんよりもブログの大元の会社ねそのサービスを無料ブログを提供している アアアアメメブブブブブロロ、ロなららラライイドドグだったらライブドア、まあ、そういった会社の方に帰属するのでその会社が記事を削除するのもブログそのものを取っ払うのも制裁を出すも意のままということでございますつまりどれだけ蓄積したブログでもいきなりなくなることってのがあるわけなんですよねで実際私も1万個以上のブログを作っていって今ねなくなっちゃってますね うん、それが何でなくなってくるのか、まあ、サーバーの限界があるとかあやっぱブログ運営会社の管理能力の限界で無料ブログをいつまでも放置はできないっていうこととかあると思いますけども、まあ、確かにねサービスが打ち切られたりとかねしてるんじゃないかなと思いますはいでやっぱり有料ブログがいいよねっていうことになりますけども有料ブログもね今ねほとんどねお金がかからないんですよ本当は月にね 数百円とか千円前後で運営できますので、まあ、有料ブログやった方がいいんじゃないかなと思います。ただ、有料ブログにも同じようなデメリットがあるのかなと私は思うんですよね。実際私は有料ブログの運営を、まあ、年単位でやったことがないので、はっきりしたことはわかりませんが、有料ブログをやるとね、毎月課金してる限りは、そのブログの記事はキープされます。基本的には削除されたり勝手にされません。ですんで、 どんなブログも書き放題という、ね、メリットあります、まあ、例えば YouTube では表現できないような画像映像文字こういったのも入れることができますのでまあアダルト系とかね都市伝説系とかね犯罪系とかアングラ系とかを記事として書く分にはまあ適してるんじゃないかなと言いますねそうですねただ同様にデメリットってあるんですよというのがね有料ブログ運営 有料ブログ運営ねやってるうちはいいんですけどもまあ有料ブログ運営やめようかなと思って課金をやめた瞬間全ての記事っていうのはやっぱりねお金を払わなないいと維持されないわけですよつまり課金をやめた瞬間に全コンテンツはなくなるということでしょうそしてそのコンテンツが資産価値として惜しいなと思えばずっと課金するしかないみたいなことになるんじゃないかなと思うんですよちょっとこの辺についてはね 年単位ででののブログ運営は私やってませんのでね本当はどうなのかなと思います。有料ブログと無料ブログね。で、私はね、目的別かなと思うんですよ。私は無料ブログ、無料サイトの運営がほぼでした。で、これっていうのは、大体ね、2年とか3年をめどに、もう使わなくなるだろうなというふうな使い捨てブログだったんですよ。ちょうど10年前ですけども、ペライチサイトっていうのがね、 結構ね話題になりましたというのがブログっていうのは1つの URL にたくさんのコンテンツ詰めていくっていうのがそのブログ運営のねパターンなんですよブログっていうのは1冊の本ですからまずはブログに記事を書く表紙を書くそして2ページ目3ページ目4ページ目10ページ目100ページ目300ページ目とどん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 増やしていってこのブログを見に来ると他の記事も読めるよっていうふうにしてあるわけなんですよ。まあ、そういういな 別のページに飛んでいっていただいて、ええー、まあ、滞在時間をね、キープして広告を見てもらうっていう形になるのが、そのブログの利点なんですけども、私の場合はペライチサイトって言って、表紙しかないブログ、1ページしかないブログを量産したわけですよ。まあ、というのが、そのブログの滞在時間を増やそうという発想ではなくて、そのブログから広告サイトに飛ばそうというね、そういった発想だったんですよね。ですんで、 フロントサイトっていう考えとコンバージョンサイトっていう考えがありましてコンバージョンサイトはしっかりと作り込んだそれこそ商品の契約につなげるまあ,あ収益化サイトなんですよねそれを複数作っていてそして無数に作ったのがフロントサイトですよねまずはアクセスを集めてコンバージョンサイトに飛ばすためのたった1枚しかないサイトですまあフロントサイトも1枚しかないんですけどね まあ、そういった戦略だったんでえ使い捨てサイトですねあの。アフィリエイトっていうのはそのバナーを張り替えないといけないいいとけんですよね。例えば1ヶ月とか3ヶ月とかでバナーが無効になってしまうんで有効なバナーに張り替えないといけないんですよその張り替える作業を私がするよりもどどんどんどん,どん量産すする方に走ったんですよね。バナーを張り替えるために過去書いたブログをもう数百数千の中からチョイスして持ってくるよりも新しくブログを作った方が簡単だっていうふうな発想だったんですよ。 まあですので、一番異常の先行にもなったわけなんですけどね。まあ、そういう場合はとてもじゃないけど、有料ブログはできないかなと思いましたんで、有料ブログに関しましては、コンバージョンサイトの方に使うことはあったんですけども、基本的にそちらの方も、コンバージョンサイトの方も、無料ブログでやってましたね。で、それからまあ5年ぐらい経つと、アフィリエイトの形が、サイトアフィリエイトから収益もしっかりと取れてきたんで、今度はね、メルマガアフィリエイトに変わってきたんですよ、SNS アフィリエイトとか。 そうなると、記事を書いちゃ流す、記事を書いちゃ流すみたいな感じであの、サイトとしてはずっと固定化されているんではなくてね、自分をフォローしている人だけにしか送らないサイトになってきましたんで、コンバージョン率は高くなったわけですよ。そして、えー、当然、まあ、基本的には無料運営なんでね、SNS も。メルマガはいまあ、未だにメルマガ料金払ってますけども、月に1万円前後ですね。まあ、これは主には、即可塾の熟成さんにメッセージを送るための経費になってますので、えー まあアフィリエイトとしては予備的なんですよね。こういうふうに使い分けることによって有料の部分と無料の部分をやってきたかなってところなんですけどもまあでも私のコンセプトとしてはお金をかけずにお金を稼ぐっていうところをどこまでねやっていけるかってところだったんで、まあ、YouTube も無料の上広告すら出してない、ね、サイトアフィリエイトも無料のばっかりで量産することによって収益を上げる Twitter も同じですよね SNS も同じです まあそういう風にこだわってきたかなというところですねはい、参考になれば幸いですお疲れ様です